しゃべくり松代始まるよ。はい、皆様こんばんは。8月14日月曜日、しゃべくり松代355回の時間がやってまいりました。今日もですね、朝から暑かったですね。まあ今日はですね、町歩きセンターからですね、寺町商会ちょっと応援に行ってまいりました。はい、まあそんな一日暑い中ですね、まあちょっと周りの空気を吸ってまいりました。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代社会福祉協議会会長の倉俣康雄さんと、地域福祉ワーカーの北村玲子さん、お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、前半でちょっとトラブりまして、ちょっとお時間2分ほど、遅れましたけれども、まあ、引き続いてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、松代の社会福祉協議会の場所ですね、ちょっと確認させてもらいます。ですね、今町歩きセンターっていうのがですね、こちらにありますね、この黄色いやつ、はい、それからですね、まあ、歩いて5分ぐらいですね、5分はかからないか、松代支所がここにあって、あと文化ホール、それからですね、自治協もあったり商工会議所もあったりっていう、自治協の隣に、ボランティアセンターとか社会福祉協議会が事務所があるという形ですね。まあ、あの町の真ん中にある場所っていう形になります。通称は何とおっしゃいますか。ボランティアセンターで、ね、ベンタセンターの中に何人で、あれですかね、こう動かしてるんですか。あ、3人で、はい、3人でね、はい、分かりました。ありがとうございます。そうしましたら、倉松さんにはですね、会長さんには、あの4月からなんかね、会長さんになられたっていうので、まあ、これお寄りになって松代っていうので、情報ボランティアのあれですね、情報の新聞が出てますので、ちょっとまあお話ししていただければいいかなという思いますけども、はい、29年度からですね、まあ、何年間のあれですか、会長さんっていうのは。私はこれからですね、今年と来年、はい、2年間になります。それだけでいいんですかね。それだけで多分いいと思います。そうですか、はい。まあ、あとですね、この今後のですね、この29年度の事業計画とか目標などってありますよね、はい、ちょっとお聞かせいただけます。はい、分かりました。はい、今お話ありました、少子化、高齢化時代をですね、はい、まあ、全体としては迎えておりまして、はい、大変福祉の問題がですね、うん、この多岐にわたるわけです、はい。まあ、そういう重要事項をですね、はい、まあ、我々社会福祉、福祉協議会、はい、背負ってですね、やっていきたいと。まあ、特に子どもあるいは高齢者の皆さん、はい、あるいは障害者ですね、はい、障害を持っておられる方、あるいは年を取っても、まあ、住み慣れた地域、はい、松代ということをですね、一人一人が生きがいを持てるような暮らしを続けることのできる社会、支え合って助け合って、そういうような社会をですね、目指していこう、うん、いこうというふうに、社会福祉協議会頑張っております。まあ、こういった事業的なもの、29年度の事業っていうのはこう載ってますけれども、これも大体ちょっと軽く説明していただいていいですか。わかりました、はい。平成29年度の、社会福祉協議会のですね、はい、事業計画といたしましては、まあ、ここに一番上に載っていますけれども、うん、事業費としては356万という中で、うん、地域助け合い事業、これは、まあ、福祉自動車の運行になるわけですけども、それとですね、家事援助ということになります。それから古谷のまちづくり推進事業ですね、これにはオレンジカフェとか松代の開催、オレンジカフェの松代開催の開催ですね、そういうのがあります。それから3つ目には古谷のまちづくり事業として、はい、これもお茶の間サロン、あるいは健康、はつらつ健康体操ですね、はい、この健康体操に関しましては、
去年の福祉、年度が変わりますけれども、各地域でですね、はい、盛んに、まあ、あの取り組んでいただいている、うん、ふれあい健康体操ということになります。その他にあのこの事業の中ではいちごカフェですね、今は、はい、今日の本題になりますけれども、はい、その事業ですね。それからあのその他に、地域別の懇談会等ですね、あるいはあの福祉バザー、それからあの福祉大会も実施予定しておりますけれども、いろいろ、まあ、そういうことで世代間交流を含めて、はい、事業計画ということで推進していく計画になっております。はい、ありがとうございます、はい、やることたくさんあって大変です。3人で回していかなきゃいけない、大変なんです、まあ、いろいろな方は応援していただかなきゃいけないかもしれませんけど ね、 そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ですね、まあ、今回北村さんにはですね、あのいちごカフェ開店されましたよっていうので、まあ、こういう、ね、まあ、パネルみたいなのありますけれども、このいちごカフェってどういうあれだかちょっと説明していただいていいですか。はい、発達障害をお持ちの方や、はい、その家族、あと地域の身近な、はい、あの理解者ですね、サポーターと呼んでいますが、うん、はい、そういう方が気軽にこう集まれて、ね、あのコーヒーやお茶を飲みながら、うん、自分の悩みですとか、あの、まあ、地域の方なんか気づいたことですとか、そういったことを話せ、はい、あの話せるような、うん、そういった気軽に集まれる、うん、あの場所です。なるほどね、うん、これはあれですかね、どうしてこういうカフェをやろうって思ったんですか。発達障害っていうのはあのコミュニケーションや対人関係が苦手で、うんうん、割とこうあの、変わった人や困った人っていうふうにかこう、うん、あの勘違いされる、はいはい、あ、勘違いね、はい、うん、見た目には分かりにくい障害なので、うん、地域の方や学校などでこう関わる周りの人に、うん、理解をしてもらえたらと思いまして、うん、27年度28年度にサポーター養成講座というのを開催しました。はい、で、その中で、参加した方の声をこう聞いてみると、困っていることや切ない思いをしていることを一人で抱えている方が多いんだなということを感じまして、でそういう方をが、はい、あの集まれる場所をあのできたらいいなと思って、はい、開催することにしました。なるほどね。このあれですかね、私もちょっとあの新聞ってかね、これちょっと見させてもらって、こういう新聞がちらっと、これがね、新米さんかな、なんかありましたね、あの発達障害について話そうよっていうので、まあ、第1回カフェっていう形でこういう新聞に載ってましたけど、やっぱりこういうもう初めてっていうんですよね、あのなんていうかな、この、この新聞の中でもそうなんですけども、県の精神保健センターによると、発達障害のある子どもを持つ親の家族の会が、長野県内で80団体あるよ、だけども地域での取り組みは珍しいよって来たんですよね、マッスル社会福祉協議会でっていう形なんですけども、そのやっぱりこれいろんな人の関係あるじゃないですか、関係者っていうのは、この中で参加しやすいようにするとかね、あとはこのいろんな取り組みするので、どのようにしたらこれ皆さんとこう共有できるのかって、そういうちょっとあの説明していただいていい。そうですね、あまり参加者に垣根を作らずにいたいと考えています。現でその80団体あるというのは割と保護者の会ですとか、うん、保護者の会ね、ところが多かったりするんですが、うんうん、私たちのいちごカフェでは、はい、特にあの会員ですとかそういったことに縛られず、はい、あと、地域などにも縛りをあのこうせずに、はい、たくさんの方に、来ていただいて、うん、たくさんのこう情報交換もそうですし、うん、いろいろなあのお話をこうお互いに聞いて、うん、いろいろな知恵を出し合って、うん、あの行きたいと思っています。なるほどね、これの今このカフェの、ま、いちごカフェ松代からのお願いっていう形でですね、これもちょっと説明していただいていいですか。そうですね、その回の時にですね、うん、あの自分の悩みを打ち明けるというのはとてもあの勇気のいることですので、ね、はい、ここで集まったところで聞いたり見たりしたことは、うん、あのもうその場だけで
多言無用でお願いしますという、うん、お互いのルールを、うん、一つ作りました。なるほどね。そうすることで、うん、安心して胸の内をその場で、うん、話しして、うん、そしてまたこう共有っていうか共感して、はい、変えられていくような、はい、そういう場に、なれると考えています。なるほどね。これはあれですかね、松代地区社会福祉協議会主催なんで、はい、この参加者って松代の人が主ですか、それとも他からでも OK なんですか。はい、他からでも OK です、うん、松代の方に一番中心で発信はしたんですけれども、うん、とても反響が大きく、はい、松代以外、うん、長野市以外からも、うん、たくさん参加者の方に来ていただきました。なるほど、ね、でその中で、うん、やはり先ほどもお話ししたように情報交換というか、うん、がとても大切な部分になってきますので、はい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 、私たちも長野市以外のところでの活動の取り組みですとか、うん、そういう情報も、ね、はい、ね、勉強させてもらったり、はい、はい、しています。これでも今言った3回参加者っていうのは何名ぐらい参加されたんですか。1回目の時には34名の参加者で、はい、大人の当事者の方は小諸市や上田市、うん、中野市など遠方からもわざわざ来ていただきました、うん、なるほどね。これであのあれですかね、この皆さんでいろんな声聞けたと思うんですけども、その内容的なものってちらっとお話できますか。大人の当事者の方は今までにこういった語り合える場がなかったので、はい、同じ悩みや辛い思いを分かり合えるっていうんですかね、ありのままを自分のその、はい、ことを話しして、うん、そしてそれをこう認めてもらえる、うん、ありのまま受け入れてもらえる、うん、こういう場がとても嬉しかったということで、はい、お聞きしました。なるほどね。だけど他の人には喋れないよね。そうですね、うん、同じ悩みをお持ちの方だからこそっていうのは、はい、うん、まあそれも自分も話をするし相手から話したので自分も勉強になるみたいな形のあれになるんだよね。うん、分かりました。この今回された方にもいろんなお話聞かれたんですけども、このカフェの取り組みの継続っていうのはね、しなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、そういった抱負っていうかね、思いっていうかなんかお話できていただければ。そうです、これからも継続的に、はいはいはい、偶数月15日で開催していきたいと思っています、はい、今月は8月25日金曜日という形ですね。これは松代師匠がね、まあ、参加費が50円ってのでお安すぎるかなっていうのはあるんだけど、まあ今回はまあこういう形だね、はい、前まあ、ゆくゆく、はい、まあ、決算してみてどういうふうにするかです。会長さん、そうですね、まあそういうことですよね。まあやっていく中でいろいろ試行錯誤というところもありますんでね、まあやってみなきゃ分かんないことですもんね。これ初めてっていうのはなかなか難しいですもんね。やっぱりだから皆さんの社会福祉協議会の中でもやっぱり役員さんといろいろと話しながらっていう形になると思います。そうですよね、わ、ね、かりました。これはあれですかね、もうある程度の時間ちょっとなってきたんですけども、最後になりますけれど、まあ、このちょっとこういうのも面白いのを見たんですけど、NPO と市民につなぐ機関誌っていうのでね、まんまるっていう形でですね、これ取材されたと思うんですけど、地域を掘り起こせっていう形でね、お宝ザクザクっていうのなんですけども、あったらいいなを真っ白から発信いちごカフェっていう形で、これも多分取材を受けたと思うんですけど、はい、その時どうでした。はい、そうですね、松代から発信して、いろいろな地域で、うん、はい、同じようにこういったいちごカフェのような、うん、こういったものを開催していけたらいいなと考えています。はい、はい、分かりました。まあ、最後になりますけど、この倉俣会長さんにお聞きしますけど、その畜社協の会長さんとして今後のこのいちごカフェの取り組みをどんなふうな形でやれればいいか、まあ、発展させなきゃいけないとは思うんですけど、はい、取り組みなどのお話お願いできますか。今北村ワーカーさんの方からですね、はい、ルールまあ説明していただいたんですけども、はい、まあ、この発達障害の人
とですね、まあ、やっぱし地域のつながりということがまあ大事になってきますんで、はい、まあ、今後はですね、はい、他地区とのまあつながりとか、はい、そういうことを重点的に やり、あるいはこの関係をですね、県とか市の方へですね、はい、まあ、提案していきたいというふうに思っております、うん、より盛んになるようにね、はい、取り組んでいきたいというふうに思っております、うん、そうですね、まあ、真っ白からいろいろ発信して、はい、まあ、地域広がっていくような形にしたいという、そうですね、あれでいいですかね、それが、まあ、大事なことだと思います。そうですか、はい、はい、まあ、大変なこといろいろあるとは思いますけども、皆さんと協力し合ってですね、はい、発展できるような形でやっていければ嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりましたけどいかがですかね、はい、なかなか素晴らしい場ですよね。やはりこう外に出てね、どんどん希望を持ってもらいたいと思いますもんね、はい、ね、これから真っ白から発信していかないといけない、ね、これも発信しますね、はい、来、告知ですね、はい、ですね、山寺定山亭さんなんですけども、この増田さんって方がね、自分で何ですかね、こういう写真をちょっとね、作って700点の達成記念っていうのでね、すごいですね、はい、8月24日まで一応、山寺定山亭の蔵で一応展示しますんで、はい、ぜひお参加いただきたいな。すごい写真、はい、綺麗な写真が多いですね、はい、いいですね、はい、一度行ってみたいですね、はい、ぜひね。それからですね、今回真っ白のあれですね、真っ白藩真田十万石祭りってあるんだけどね、はい、これがね10月8日こういうのパンフレットが一応できましたので、ちょっと今日見ていただければいいかなというふうに思います。10月、8日の日 ね真田祭り、はい、十万石行列が8日にやりますんでね、ぜひ参加していただきたい。うちのね、はい、カメラマン、はい、カメラやってるね、はい、朝日さん、甲冑着るって、あ、いいですね、いいね、似合いますもんね、現代の武将ですよね、変な武将、変な武将それは出ます、はい、そんな形で、はい、はい、来週です、はい、来週の告知ですね、はい、来週はですね、またちょっと私やるんですけど、お願いします、はい、あ、ごめん、私じゃなくてね、宮坂さん、あ、うん、ちょっとごめんね、間違えちゃった、これ宮坂さんやるんです、はい、一応ね、地球に優しい花作りっていうのでね、ちょっとあれですね、園芸不思議な感じのね、宮沢達恵さんと、あとはこれね、臼井さんをお呼びしてね、はい、宮坂さんがやりますのでよろしくお願いします、はい、これ間違えてましたすいません、そういうことで、はい、今日ですね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこんなところですね、はい、はい、じゃあ、よろしく、真っ白、来週もどうぞよろしくお願いします。あ、これ宮坂さん、ちょっとですね。